はい、こんにちは、下村です。今日の動画はですね、助成金コンサルティング会社のせいで、私が非常な迷惑を被ったというようなお話を、させていただきたいと思います。でもしコンサルティング会社の人が仮に見てたとしたら、この動画、ぜひちょっと参考にして、とにかくしっかり勉強してくださいというような話です。もうこれ多分これクレーム動画かもしれないですけど、私のですね、お客様に、ある助成金コンサルティング会社が、なんかコンサルティングに入ったんですね。で、それっていうのはこう、助成金コンサルティング会社が、なんかこう、定型フォーマットで、なんかこう、従業員何人いますかと、なんかこう、労務的な質問をこう、何個か聞いて、そしたら、あなたの会社はこの助成金が取れますよっていうふうに、こう、提案してあげるみたいな、そういう助成金コンサルティング会社があるんですけども、その会社で、まあ、結論から言うと、その会社が言ったのは、まあ、ちょっと、マニアック、まあ、この助成金の話で言うと、ちょっとマニアックな話になっちゃうんですけど、キャリアアップ助成金っていうのがあって、まあ、要は、有期雇用、期間社員っていうんですかね。まあ、例えば6ヶ月契約の人とかが、就職して、6ヶ月後、6ヶ月間、6ヶ月以上、こう、有期で働いてる人が、その人がいたら、正社員にしようと思った時に、そのキャリアアップ助成金っていうのを活用して、正社員転換すると、まあ、いくらか、助成金が、降りるよというような、キャリアアップ助成金っていうのがあるんですけども、それはですね、その会社、そもそもまず正社員しかいなくて、正社員しかいないのに、キャリアアップ助成金使いますってはっきり言ったそうで、マジかと。で、その話が私に来たんですよ。その、キャリアアップ助成金使えるでしょと。やってよみたいな言われて。いや、で、まあ、最初ちょっと意味がわかんなくて、なんていうんですかね。キャリアアップ助成金って、そう、有期雇用がないとできないのに、その会社さんは正社員しかいないと。そう。あれと。最初頭ぐるぐるしたんですけど。うん。まあ、そういう話があったわけですね。なんで、その、そういう、なんていうかな、こう、まあ、業として、そうやって、コンサルティング会社を経営してるのであれば、本当に正しい知識を持って、ちゃんと、ヒアリングも正確にしていただいて、この助成金っていうのを提案してほしいなというふうに、本当に思います。そう。なんでそういう、提案をしたのかがちょっと本当にわかんなくてですね。うん。そうそうそう。これがちょっと私の中ですごく、これね、私だけじゃなくて、これ、他の、社労士さんの方にも、迷惑がいったりするんじゃないかなというふうに思ったんで、まぁ、ちょっと一つこれ、ちょっとやめてほしいなというふうに思ったので、ちょっとこの、感情っていうのを動画で撮影させていただきました。うん。いや、本当に、助成金コンサルティング会社、多分、あんまり詳しくない、なんていうかな、こう担当っぽい方が、うん、その会社の、なんかこう、補助金コンサルティング、助成金コンサルティングみたいなこう部門があって、その一担当の人が、まあ言われた通りになんかやってるだけなんだろうなという感じはするんですけども、なんかこう、間違ったことを言うのだけは、本当にやめてほしいと、うん、すごく思います。しかも結構盛大に間違えてるんで。で、そうそうそう。で、この会社は取れるって言ったのに、この実際に、助成金やってくれるこの事務所はやってくれないと。そうやってどっちが評価下がるかというと、うちなんですね。うん。そう、良くないなというふうに思います。うん、非常に迷惑してます。で、これ多分、他の社労士事務所さんも、多分経験したことがある方もいらっしゃると思うんで、そう。そうやってね、仕事として、業として、やられるのであれば、正確な知識を持って、コンサルティングを行ってくださいと。はい。いうことで、ちょっと、今日の動画は、助成金コンサルティング会社のせいで、迷惑を被った事件を解説しました。はい。では今日は、ありがとうございました。いってらっしゃい。